キチャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、ドラフト1位が、うん、なぜみんなそんな大きな活躍をしない選手が出てくるのかっていう。ああ、だから1位で取って、はい、すごい、まあ、今年もね、うん、ドラフト終わって浅野とかね、はい、すごいみたいな感じでね、うん、昼間1位とかね、はい、あの出るわけじゃん、はい、まあ、今ドラフト終わってないからね、はい、まあ、誰が1位か分かんないからもう公言してそうなやつ言うけどね、はい、だから分かんないわけよ、はい、ね、全員が全員活躍しないでしょ、まあ、もちろん活躍する人もいるし、しない人ももちろんいますよね。いるでしょ、うん、でソフトバンクとかのドラフトの時に言ったけど、はい、1位だとほぼほぼ活躍しないじゃん。そうなんですよね、近年ね、うん、特に、はい、ってなった時に、うん、なぜって思わん、みんなあんなに騒がれてて入って、まあ、そうですね、結構くじ引きで競合とかで入ってても、うんうんうん、あれ、もうで高校生とかでもね、うん、すぐは無理としても成長しきれないで、うん、いたねみたいな選手もいるわけじゃん。いますね、うん、なぜかっていう。なぜか、うん、これはね、僕なりの明確な理由があるんですよ。え、でも活躍する人もいるじゃないですか。そう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 。でもしない人がいるのはなぜかってことですか。うん、分かった。何ですか。分かった、これは分かったですか。まあ、ドラフト1位注目されます、うん、もうメディアに追いかけられます、うん、そこでもう調子に乗っちゃうか調子に乗っちゃわないかの差、うん、そんなロッテとかそんな佐々木朗希とかじゃなかったらほぼほぼ注目されないよ。え、そうですか。だって出てこないでしょメディアに。ああ、まあ確かにそうですね、うん、12人いるからねドラフト1位。ああ、そっか、そうですね。オリックスとかそんな注目されないよ。大阪のテレビ局阪神ばっかり行くからドラフト1位。いや、それでもやっぱ1位でちょっとこうなんか記事載ったりとか。乗るだけだからね、探さなきゃいけないぐらい小さいよ。あ、そうですか。巨人とかに比べたら、はい、ここまでめっちゃ有名な人は意外ね、はい、清宮とかになったらもう全国でみたいな感じになる、はい、もうくじ引き超強豪みたいな、うん、もうスーパースターみたいなね。そうですね、うんうん、なるけども、はい、なぜかっていう。あるんですか理由。うん、まあ俺なりの答えはね。なんだろう。あ、分かった。上位っていうプレッシャーだ。俺は1位だから、うん、期待に応えないと、うん、みたいなプレッシャーに押しつぶされちゃう。それはあんのかな、プレッシャー。ないですか。分かんない。俺は特に2位だけどなかったけど。あ、そうですか。え、じゃあ違うかな。え、何ですか。ん、そもそも、はい、あなたは何点の1位ですかっていう。何点の1位。これがね、多くの人が間違ってるのよ、はい、じゃあ100点満点とするじゃん、はい、ドラフト1位、うん、100点って思わへん、うん、まあでも将来性と将来性、将来と、でも将来性も含めて、うん、ドラフト1位になる人は100点満点と思わへん。なんか、うん、将来性100点、即戦力100点って感じします。100点みたいな、はい、でなるじゃん、はい、でも100点じゃないの。ドラフト1位は、はい、必ず1年で、うん、12人出るんじゃんね、はい、っていうことはよ、はい、100点中30点だけど1位の人もいる。だって全員が29点以下だったら1番だ、能力が、はい、だから要は豊作の時もあれば不作の時もあるわけじゃん。あ、そっか。だから何点のドラフト1位ですかっていう。 あなたはあの年のドラフトでも1位でしたかっていう。あ、なるほどなるほど。逆に3位とかの人は、うん、あなたこの年だったら1位だったかもねみたいな、うん、っていうのが存在するじゃん、はい、だってこの今の年代、高校生だったら3年生、うん、大学生だったら4年生、うん、で社会人だったら高卒だったら、3年目、あ、はい、3年目以降、うん、社会大学卒だったら2年目以降、うん、その限られた人の中の順位が12位までに入る人が1位じゃんね、はい、でもその点数は何点ですかっていう、はい、だからあの年だったら絶対1位だけどこの年だったら1位じゃないよねとか、そうそうってなるのよ、うん、だから1位って言ったらみんな1位すごいってなるけど、なります、なります。その年の中の1位だから下手したら100点満点中30点だけど1位だったかもしれないし、90点だけど2位だったかもしれない、はい、っていうのだから、だから1位だから絶対っていうのはないよっていう、はい、でしかも30点でドラフト1位で入団しました、うん、でも3年前70点でドラフト3位で入りましたってなった時に成長もしてたら70点の方がアマチュア時代の能力も高いんだよね。ああ、そうですね、うんうん、だから1位だからってもろ手を挙げて1位って思ってもダメだし、
過度な期待してもダメやっていう。何点の1位ですかっていう、はい、だからいわば、うん、大学の入試とかもそうなんだけども、うん、いや俺平均80点なのに落ちたわ、はい、っていう人もいれば、うん、いや平均点69点だけど受かったわみたいな、うん、同じ大学、はい、同じ学部よ、うん、それはそうだよね、絶対受かる数決まってんだから、はい、平均点が低かったら受かるし高かったら落ちんじゃん、うんうん、そうですね、うん、でも受かったっていう結果は変わらないよね、うん、でもそこってあの難しいですよね。じゃああの年の1位のこの人より、うん、今年の1位のこの人の方がレベルがあれとか私分かんないですね、素人に。そうそう、だからそういうのがあるから絶対ドラフト1位が活躍する、うん、ことないのよっていう。であとは何回も言ってるけど、うん、ドラフトっていうのは過去の、うん、アマチュア時代の通信簿だから、はい、未来の通信簿じゃないからね、はい、アマチュア時代の通信簿っていうところだから、うん、まあ、そこも未来を測れないところでもあるよね、はい、だからドラフト5位ぐらいのやつが活躍する可能性もあるし、うん、そこからの成長でね、あと無名だったら注目されないから下になっちゃうからね、能力あってもね、はい、うんうん、だからそういったところであんまりドラフトはの順番は当てにならないっていう、ね、うん、まあ、スカウトの方って伸びしろを見ないといけないわけですからね。伸びしろなんて誰にも分かんないよ、うん、だからドラフト10位とかすごい回でもバーンって伸びる人もいれば、まあ、いれば1位なのに全く伸びなかった人もいるし、だからそこら辺はね難しいから、まあ過度な期待をね、もうドラフト終わったばっかりでこんなこと言うのもあれだけどね、あの万歳とかじゃなくて、俺が何回も言うようにここから出るんだよドラフト通信簿は。ここからやるけども、まあ、どのポジションを抑えていったかを見る方が楽しいよ。あ、まあそうですね、うん、ちゃんと足りないところを補強できたのか。そうそうそう、その選手のアマチュア時代の能力とか結果とか、うん、だってよ、いろんなところがさ、うん、雑誌とかでさ、この選手は横綱とか言うけどさ、はい、何の横綱だよみたいなね、うん、未来分かんないでしょみたいな、はい、だからそんなその選手とかで過度な評価をしないでポジションで抑えてどのドラフトが良かったかを見ていくと面白いと思う、うん、それが近日公開ですから。はい、そうですね、また12球団やっていくんですもんね。そうそうそう、今は多分ね、うん、どこのメディアでも、うん、ここのチームのドラフトがいい、なぜならこの選手取れたからって言うんだけど、はい、そんなの何選手もう3年目になるからもうみんなは気づいてると思うけども、はい、だからそういったところよりもどこのポジションを埋めれたとか、うん、そのメッセージを見ていくのが面白いから、はい、うん、それがあるのが唯一里崎チャンネルのドラフトチェックだと、はい、ね、そうですね、メッセージ読み取るんですよね。そうそう、だからね、あの 2,3 年前の横浜の DeNA のドラフトが一番いいって言ったら、はい、結局森も来たし、ここからどこまで成長するか分かんないけど、うん、伊勢とかもいたわけでしょ、はい、牧選手も取って ね、うん、そうそうそう、うん、そんなね、人でね、うん、当たっただって村上なんて外れだからね、はい、外れ1位で三冠王よ、うん、近本なんて藤原行って外して、辰巳行って外して、うん、近本行って阪神やっと外野取れて、うん、外れ外れで一番近本活躍してて、そうですね、うん、山田選手も外れですね。そう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 、うん、だからその誰取ったかよりも、だから今回ね、うん、くじ引きでうまくいかなかった、うん、多分チームもあるかも分かんないけど、はい、別にそんなの大したことじゃないからね、うん、だからどのポジションを抑えに行ったかを読み解くと、うん、いいドラフトかどうか分かるから、はい、ドラフト1位ばっかりに取られることなくね、うん、全体の評価をするのが里崎チャンネルですから、はい、もうすぐ始まりますから、はい、皆さんぜひお待ちください。はい。